セントラルバレエスクールへ入学を決めた理由。入学の決め手はイギリスのバレエ団、特にロイヤルバレエ団の踊り方や表現などの使い方が好きで、イギリスに留学して身近に触れたいと思って調べたら、セントラルのオーディションがあることを知り、受けました。そしてそのオーディションの時に、セントラルがどのような学校なのかを知り、バレエ、コンテンポラリー以外にも、コレオグラフィー、歌、ドラマ、解剖学などいろいろなことが学べることを知り、とても魅力的な学校だと思い、セントラルへの留学を決めました。1年間を終えてみて。1年生を終えて、バレエを中心にコンテンポラリー、コレオグラフィー、スパニッシュ、歌を学んでて、ダンススタディやチュートリアルのクラスでは、時々ゲストの先生方が来てくれて、栄養学やメンタル面の勉強、振り付けなどの取り組みがとても楽しかったです。振り付けの取り組みで一番楽しかったのは、アリス・イン・ワンダーランドのトランプの踊りを理解を深めながら踊ったのがとても楽しかったです。学校公演は学校から少し遠くにあるシアターまで行き、衣装を着て踊りました。コンテンポラリー作品では振り付け家の方が来てくださり、公演までの3ヶ月間作品に取り組み、とてもかっこいい踊りを踊ることができて、とても楽しかったです。2年生での目標。2年生の目標は、3年生からの就職活動に向けて動画写りや写真写りなどの研究をして、3年生就職活動の時にベストな状態にすることが目標です。